昨日感染が確認されたのは郡山市で32人、いわき市で25人、福島市で17人など県内15の市町村と県外の合わせて109人です。入院は375人で病床使用率は58.9%となっています。また自宅療養者は469人と過去最多です。こうした中、福島市は、 市内20例目のクラスターが発生したと発表しましたクラスターが発生したのは福島市沖玉町の酒を提供する飲食店気分や酒場で昨日までに利用客8人の感染が確認されましたこのほかにクラスター関連とみられる感染者が5人いることから市は調査を進めています福島市は今月6日以降 午後8時過ぎに市内の飲食店を利用した人に対して県の相談窓口に連絡するよう呼びかけています。